旅行の土産か。お口に合うといいのですが。うん、悪くない。何をニヤニヤしておる？いえ、魔女であるベアトリーチェ様がそうしてお菓子を頬張っておられるのがなんだか不思議な感じで。心外だ。そうだ、これを。返さずともよい。え？それを持ち続ければ二人の仲は盤石であろう。私とジョージ様が親しくなるきっかけは確かに魔法で与えてもらったかもしれません。でもそれを永遠のものにする努力は二人だけの力でやるべきだと思うんです。気にせず持っておけ。わらわとの友情の証と思って大事にしてくれれば少しは気も慰む。友情？わらわに頼るものは多いが、願いが叶った後まで感謝の気持ちを持ち続けてくれるものは少ないでな。この島でわらわの姿を見ることができるのはそなたとカノンの二人だけだ。でも親方様は昔ベアトリーチェ様を呼び出して黄金を授けられたと。才能もないくせに必死にわらわを呼び出そうとしていたのだ。それでついからかいたくなったのが運の尽きよ。この島に何十年も縫い止められる羽目になった。